日本の陸上自衛隊とアメリカ海兵隊は2022年10月1日から14日までの2週間の日程で、北海道各所の自衛隊の演習場や飛行場などを使用した合同軍事演習であるレゾリュートドラゴン22を取り行ったようだね。相互連携と対処能力の向上を打ち出したみたいだな。日米の連携強化は重要だもんね。そうだね。さて今回は、そんなレゾリュートドラゴン22が挙行されたことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回のレゾリュートドラゴン22が実施された場所は、演習場としては上富良野然別や臼別、駐屯地としては静内の対空射撃場、丘珠の札幌飛行場、帯広の十勝飛行場が使用され、参加する部隊がこれらに集まったんだ。そこで実施された合同軍事演習の内容としては、主として現在中国軍からの圧力にさらされている日本の南西諸島の島嶼部の防衛に主眼を置いたものであり、日本の国内で実施されるアメリカ海兵隊との演習としては最大の規模であると謳われていたよ。演習場所別の具体的な実施内容は、や臼別演習場が回転翼機による実弾射撃、陸上自衛隊の M270 マース及びアメリカ海兵隊のハイマースによる多連装ロケット砲の実弾射撃、輸送機オスプレイによる必要機材と要員の輸送とされたんだ。また、ケイネ別場外離着陸場では、同じく輸送機オスプレイによる必要機材と要員の輸送と、アメリカ海兵隊のハイマースを輸送機によって迅速に展開する訓練が実施されており、これらが今回の合同軍事演習の根幹をなすものだと言って良いだろうね。HIMARS は今年2022年2月に正規したロシア・ウクライナ戦争において、アメリカがウクライナに供与し、ウクライナ軍がロシア軍の後方の軍事拠点や物資の集積地への攻撃に効果的に用いて、戦局を有利に進めていることで一躍知名度が上昇した兵器だよ。アメリカがウクライナに供与したハイマースは、最大射程距離が70から80キロメートルとされる GPS 誘導砲弾が中心ではあるけど、ロシア軍の同様な多連装ロケット砲よりも長射程で精緻な射撃が可能なため、非常に有効な兵器とされているんだ。欲を言えばウクライナ側はハイマースで運用可能な最大300キロメートルに達する、MGM-140A タクムス戦術弾道弾の供与を切望していると伝えられているが、これまでのアメリカ側の判断ではロシアをいたずらに刺激するとみて供与は行われていないぜ。変に刺激して核兵器なんて使われたらたまらないもんね。あんまり追い詰めすぎてもダメってことか。しかしウクライナ国境に近いロシア領内のベルゴロドにおいては、ロシア・ウクライナ戦争の開戦を、ウクライナ側は自国軍の攻撃とは表明していないものの、弾薬庫などで複数回の爆発が確認されており、すでにウクライナ側からの越境攻撃は行われている感は強いんだよね。先頃原因不明の爆発に見舞われたクリミア半島とロシアとをつなぐクリミア大橋だけど、アメリカ側の見立てではウクライナ軍に MGM-140A タクムス戦術弾道弾の供与を行えば、この橋をウクライナ軍が標的とする可能性も危惧されていたんだ。2014年のクリミアのロシアへの強制的な併合から、4年後の2018年にその支配の象徴として開通したクリミア大橋をウクライナ軍が攻撃して破壊することになれば、なお一層ロシアの軍事的な強硬姿勢が強まると見られていたとも言えるな。しかしすでにロシアへの越境攻撃もクリミア大橋への攻撃も行われてしまった現在においては、個人的にはアメリカが MGM-140A タクムス戦術弾道弾のウクライナへの供与を回避する、積極的な理由は失われてしまったようにしか感じられないよね。まあそれでも面と向かってウクライナ軍に長射程の兵器を供与することは、政治的にアメリカとロシアの対立を決定的なものにしかねないということへの配慮なんだろうな。旗から見ている限りでは今更感は拭えないように思えるけどね。さてレゾリュートドラゴン22に話を戻せば、陸上自衛隊の M270 マース及びアメリカ海兵隊のハイマースによる多連装ロケット砲の実弾射撃を行ったや臼別演習場は、自衛隊が保有する中では最大の大きさを誇り、面積は 16,800 ヘクタールにも及ぶんだ。この広さゆえにや臼別演習場は北海道の野付郡別海町そして厚岸郡の厚岸町及び浜中町の山頂にまたがっており、射撃場は最大で 18km の距離が確保され、地理的には道東に位置するために当然のことながら北方領土を望む場所にあるよ。ただしや臼別演習場は日本では最大規模とはいえ、陸上自衛隊の M270 マース及びアメリカ海兵隊のハイマースの砲弾のスペックを考慮すれば、実弾射撃を行うには十分な広さとは言い難いことも事実だが、今回のレゾリュートドラゴン22では別の問題も発生したぜ。それはこの合同軍事演習での実弾射撃に向けて、アメリカ海兵隊のハイマース用に搬入が予定されていた砲弾が何らかのトラブルで青森県の三沢基地までしか搬送されず、
当初の予定通りの期日に到着しなかったという事態だな。そのため、ヤウス別演習場はひとまず陸上自衛隊の M270 マースのミガ実弾射撃を行い、アメリカ海兵隊側はハイマースを展開するだけの形式で合同軍事演習そのものは継続されたんだけど、有事における危機管理を包括していて叱るべきという観点からは不安も感じさせられたよ。しかし今回のレゾリュートドラゴン22の最終日である10月14日にはようやくハイマース用の砲弾が到着したため、それら12発の実弾射撃をアメリカ海兵隊のハイマースは実施して、なんとか合同軍事演習の予定された内容をこなした形となったんだ。こうしたアメリカ海兵隊側のハイマースの砲弾のヤウス別演習場への未着という前代未聞の不祥事はあったものの、これと並行して外交上からはもっと驚くべき事態が伝えられており、大多数の日本人は開いた口が塞がらなかった状態になったと思われるよ。それが10月12日にロシアの外務省が日本の在ロシア大使館に行った抗議声明であり、陸上自衛隊の M270 マース及びアメリカ海兵隊のハイマースによる日米の合同軍事演習は、ヤウス別演習場の位置が極めてロシアが実効支配する北方領土に近いことを非難したんだ。今のロシア・ウクライナ戦争の中でもロシアの見せる行動や言動は、我々日本を含む西側諸国の姿勢の人々にとってはおよそ理解することが困難なものばかりで、今さらロシアのこうした態度に憤りを込めた感情を示しても確かに無意味かもしれないな。しかし自らが仕掛けたロシア・ウクライナ戦争で、通常戦力による戦況が劣勢と囁かれる中で最終的には戦術核兵器の使用を匂わせながら、ウクライナは当然のこととしても西側諸国を恫喝するやり方には辟易とさせられるよ。あえて誤解を恐れずに言うならば、北方領土が日本の固有の領土であることは間違いないんだけど、太平洋戦争第二次世界大戦で連合国に敗北した敗戦国の立場ゆえ、当時の旧ソ連の侵攻を甘んじて受け入れてきたとも言えるだろうね。しかし今の国際情勢とは日本の内部では太平洋戦争後に続いてきた各種団体の思想心情に大きな変化を生じさせ、かつては左翼が擁護していたはずの旧ソ連現ロシアのやり方に国粋主義的とされた右翼団体もが賛同する事態となっているぜ。こうした盗作はインターネットが全盛となった今の時代には誰しもが簡単に情報を発信できるため、様々な形で陰謀論の拡散という形で行われており、決して少なくない人々が日々の誘引を下げると同時に、世界の裏を知っていると思い込みたい衝動からやむことはないだろうな。この傾向は2020年のアメリカの大統領選挙でトランプ氏が敗北して以来、様々な形で顕在化しており、新型コロナウイルス、そして今はロシア・ウクライナ戦争と愚にもつかない陰謀論を撒き散らし続けているもんね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。